ッドミーム元ネタカルタセカンドシーズン、はい、帰ってきた早くない？誰だよ神殿木鉢だいきなり現れて好き勝手言ってんじゃねえぞあれあれあれそれはクレイモアのセリフクレイモアやばい、いいなぁ強すぎるもうかかってんじゃねえぞ以前ね、ネットミーム元ネタカルタやりました。まずネットミームとはいろんなネット上で、うん、まあ、コピペされたりとか模倣されたりとかで、うんうんうん、どんどん人に伝わっていく、うん、面白画像とかねネタ化されたとかね、そうですね、ですけど、うん、前回は漫画の元ネタを全部集めて、うん、漫画だけでやったんですけど、はいはい、今回ゲームとかもゲームもあるし、確かに、あと、DVD とかね、あら、映像もあるじゃん、色々ちょっとこの本もある、本もある、アンミカさんの本とか、おい、なんだっけこれ、まだ見たね、はいはい、前回は。うん、恐れさん、そういやもう強すぎる、圧勝でしたよ、これだけもうプロリーグの選手がそうよ、しちゃうからもう大体全部どれか分かってプロっぽい、強すぎる、すごいね、強すぎる、もうトラップがなければもう全部ちょっと前回より難しいような気がするんだよね、なんかちょっとね、あったかもしれないですね、はい、じゃあ行きましょうか、はい、はい、やるぞ。じゃあね、ルールなんですけども、はいはい、私がネットミーム読み上げますので、うん、はい、途中でも構いません、はい、分かったらバンと、その元ネタのね、漫画だったりゲームだったり撮ってください、はい、カルタのように、うん、じゃあ、はい、原作では違ったセリフを言ってることもあるんです。原作、あ、なるほど、改変された注意点ですね、よくあるね、はい、あるある、じゃあやっていきますか、はい、よっしゃ、はい、うん、じゃあ始まるぞ、準備はよろしいですか、はい、違うもん、クラウチングスタートだすごい、すごいどうなんの、そっか、すごい候補なんか求めたありそうでしょ、ありそう、何これ形、ただのかっこいいポーズ、オリジナルか乗ってんね今日、変なオタク、お祈りですね、はい、じゃあいきますよ、はい、1枚目、はい、いいかい学生さん、あー、これは撮りたかった、それはわかるね、とんかつ墓場の回だ、はい、じゃあ全部読んでください、今のはいいかい学生さん、うん、とんかつをな、とんかつをいつでも食えるくらいになりなよ、うん、それが人間偉すぎもしない貧乏すぎもしない、うん、ちょうどいいくらいってとこなんだ、うん、これね、いいこと言うな、この感じ、僕あれかと思った、アジフライアジフライアジフライ、トラガードあれかと思ったわ、まあ、それもまあね、フォースをかけてそうそう、ホラ画像が出る可能性もある、全然あると思う、元ネタだからね、いやこれは有名だ、これ撮りたかったか、難しいっすね、お前め、はい、来い、やはり暴力、暴力は、犯人たちの事件もすごい、さすが、どういうこと、どういうこと、ちょっと最後まで読んで、今のはやはり暴力、暴力は全てを解決する、マジか、金田一のあの公式パロで犯人視点のやつ、金田一をもう暴力でやっちまおうみたいな感じの名言、こっちか、ね、あっちかと思ってやることが多いと思いますね、思ったんですけど、やりますね、当時なんか嬉しい、これはもうちょっと新しすぎるなじゃあ、はい、3番目いきます、はい、あ、ありのまま今起こっている、ポルナレフだ、これはまあ超有名ですね、ポ、はい、ルナレフがリオの ね攻撃を受けて、これもだわね、くそめちゃめちゃ悔しかった、これはだってみんなわかるだろ、完封する気だった、これはもう、これはまあ私、まあ、みんなわかるでしょ、これも取り組んでる人だろう、はい、そう、4枚目、はい、いいですか、落ち着いてき、あ、あれだ、え、これファントムペインの冒頭、メタルギア、素晴らしい、あのお医者さんのやつ、何年経ったかどうかね、最初ね、ナビタイムのおじさんが言ってるね、はいはいはい、オープニングのね、あそこか、あそこがこのゲームからなんだ、そうなんですね、そうそうそう、あなたがね、俺これ知らないかも、画像がめっちゃ貼られるよね、ツイッターでね、ツイッターで、ゲーム上ではいいですか、落ち着いて聞いてくださいってそのまんまは言ってないんです、え、なんか落ち着いてくださいとかそういうことは言ってるんですか、あ、そうなんだ、かなりグラフィックがちょっと違って、文字もないんで、なるほど、ためになるな、早いな。もうすでに3ポイントやばいやばい、さっきこっち来た時怖かったぞ、怖かった、貫かれるから、勢いの自宅の槍に貫かれるから、いやいや、はい、じゃあ続いてが、はい、5枚目、よっしゃー、ジ、え、おわー、え、高い、
赤や赤や、そう近い、単純に早いわ。早いわ、書いていけない。はるかって得意じゃないよ。すごい、そんなに毎回すごい早い、これこんな早い。じゃあちょっと読んでもらって、よっしゃー、ジ・エンド。そうね、最後ね、最後2人のね、笑顔で、高谷ね、最初学園ものだったのにだんだん異世界もね、急にね変わっちゃったんですよね。当ててんのよじゃないんですね、当ててんのよかと思った。それもあるんですか、なんかおんぶとかしてね。そうそう、はい、はいよ、来いよ。はい、続きまして、あと数分でメンテが開ける、メンテが開ける、あー、ほら、わー、メンテじゃないやつね。そうですね、夜が開けるやつ、あ、メンテじゃない、朝になるってやつね、日が昇る。それはミームの方です、ミームの方。へぇ、まあミームじゃなくてもこの画像よく貼られるよね。あと2時間で夜が明ける、ね、夜が明けるとどうなる、知らんのか、日が昇る。めちゃくちゃ当たり前ですけど、かっこいいな、かっこいい。これはね、コブラですね、コブラね、かっこいいですね。平沢先生、平沢先生、ダメだ、全然1枚も取れ、ここしか取ってないの、まだ今まだゼロ、ゼロですね。悔しい。いやー、勝てる気がしねえ。早すぎる。圧力で気持ちで飲まれちゃった。やばいやばいやばい。あまりにも。油断して殺していかないと。確かに。おい、来い来い。ちょっと、次。7枚目。はい。よろしい。ならばクリークだ。あー、戦争ね。そう。ヘルシング。ヘルシング。調査か。これめちゃくちゃいいですよね。これはいいよね。ずっと演説してるだけの会場。そうそうそう。私は戦争が大好きだ。うん。最高。オタクだな。おすすめになってるけど。オタクだな。僕らで組んでちょっとこう。確かに。こうなるね。妨害。あー、いい。あ、そうそうそういうこと、そういうこと。オケクナードは確かに。こうなるかな。そうだそうだ。こうなるかな。ビームはオケクナードは。ビームっぽいね。いいぞいいぞ。ここから新しく生まれる。オケツガードは反則です。オケツガードは反則ですぞ。いつ使うんで。次。やりやがった。マジかい、あの野郎。やりやがった。あー、あれだ。そこか。クマとね。あー、するやつだ。あれか、ね、あの動物を見たのが動物機みたいなね。あれ読むとちょっとマンスンさん思い出しちゃう。ちょっと顔がね。いや全然マンスン。なんかちょっと、ちょっと失礼だな。ちょっと目が綺麗な感じとか。目が綺麗で。目が丸目が、ね。やっぱ強いですね。強い。強いな。行きます。はい。サンゴつけろ。あ、あー、あー、どっち？あ、どっち？アキラ2つあるよ。わかるだ。アキラ2つあるよ。映像じゃないか。デコスケ野郎。映像しかなかった。漫画にはないの、デコスケ野郎が。こちら、正解は映画の方。あー、ありがとう、ありがとう。漫画にはないんだ。え、え、全然なん、なんも言ってない。なんか、ようか。なんか、ようかしか言ってなかった。そうなんだ。全然、サンゴつけろとかもない。金だ。映画の世界なんか、ようか。そうだったね。なんだよ、そりゃ。え、そりゃそうだよ。映画しか見たことないから、これしか知らなかったんですけど、今日が良かった。確かに画像が貼られてはいないもんね。次、このハンバーガーとコーラは世界で一番。QED？ そうなんだ。 QED という、え、何何株取引の会です。はいはいはい。トレーダーの人がこのハンバーガーとコーラは世界で一番売れている、うん、だから世界で一番うまいに決まってるだろう、うん、よく言われるね。え、それ河本博とか言ってた、ね、カップラーメン、カップラーメンでそんな見開きで言ってんの。見開きだった。見開き、画像しか知らないから。こんな見開きで言ってる。でけえ。こんなでかい画像だった。こんな見開きで言う。漫画史上一番でかいコーラです。いや、減ってきたね、だいぶ。ちょっともう全員の合計と私で戦ってもいい。こいつ、こいつ、この野郎。次、11枚目ですね。はい。また俺、なんかやっちゃいました。あー、伊勢回転生。あ、この作品なの、これ。賢者の孫。賢者の孫です。え、でもあれってもう異世界転生で、ならではみたいな。最初がね、ジャンルを代表する言葉。まさにそれを言ったのが。それを言ったのがこの作品なんですか。オリジン。また俺何かやってる。すげー。ほんとだ。言ってる。言ってる。感動しますね。すごい。書き文字で言ってんだ、これ。そう。書いて。うわー、気持ちいい。え、何をやっ、何をやっ、汗がかいてるね。何やったの、何をやっちゃったの。初めて魔物を飼ったのは10歳の時。10歳の確か3メートルくらいあるクマだったかな。ああ、クマ、はあ、うん、また俺何かやった。
やってないと思うけど別に10歳で熊を飼ったってとかが山奥でおじいちゃんとすごいハードな暮らしをしてたな。なるほどなるほど、そんなの孫悟空と同じ。いや同じですけど、そう、もっと大したことないやつかと思ったら結構案外ちゃんとすごいんだ。すごい、うわ今のちょっと感動したな。いやよかった、あんな感じなの、書き文字だったね。次いきます。はい、白って200色あるんでしょ。本当にこれ こっからどこにあるとは知らないのだね。ではないんですよ。複製は あれじゃない、なんかつまみになる話で言ってる。そうですそうです、アンミカさんがねテレビで発言した、ね、はいはい、この本は関係ないです。関係ない。13枚目、はい、ダメだこいつ、あなんとかしない、ダメだこいつ、そっちか、デスノート、デスノート、クロマティ高校すげえ。これ何でしたっけ、ミサに行ったんですか。そうそうですね、ライトが通ったやつだよね。アホすぎたみたいな。そうですね、あったかな、あ、うん、確か貼られるな、死神があるいるとか言っちゃったんだっけ、はい、なんかテレビ放送みたいなので余計なこと言っちゃった、はいはいはい、なるほどね。ミサミサがテレビで変なことバーって喋ったからライトがヤバってなってた、ね、トラックで突っ込んだことかもあるから ね、はい、ね、いろいろあるからです。計画通りとかもね、計画通りとかね、はいはいはい、はい、とかね、急に黙るなとかね、それね、ホラーですね。そうだ。いきます。はい、それはひょっとしてギャグで、あー、クロマティ高校、ね、それがクロマティだ。そうなんだよ、クロマティ、はいはい、これ僕クロマティ高校は読んだことないんですけど、え、おい、ここだけ知ってるって話ね。ネットミームで、まさにネットミームですね、はいはいはい、あるね、うん、これどういうお話なんですか、クロマティ不良しかいないバカ学校の日常を描いて、うん、あ、途中でクロマティ本人にバレて訴えられかけてました。え、そうなの、ね、野球選手の不良漫画の名前に勝手に仕上がってる。割と正当なんですね。まあね、まあ、不良漫画のこれギャグマン、ギャグマン、これすごいね。このツッコミのシーン一回書いたらもうずっと、そうだ、ずっと展開というか少なくなってきましたね、うん、こっからチャンスあるよ、ほら行こう、はい、はい、次行きます。はい、人の心とかないんか、え、人の心とかないんか、あ、これ知らないかも。え、呪術廻戦、正解、あっしゃー、かなり記憶の奥にあった。え、新しくない、最近じゃんこんな、新しいのも、ツイッターで見た気がするな。え、どういうの、どういう場面だっけ。あー、ここか、名古屋が来てたの、あー、そう、全然覚えてなかった。ツイッターで何回か見たことある、見たことないかも。これミームになってるんですね。そうだね、なんかね、なりつつある、なりつつある、いいね、あ、お互い、あ、すごい、いや、違う、確かにこれ見つけられなかったのかじゃないか、ちょっと知らなかったんじゃないですか。確かに知らなかった、いじり寄ってますよ、それじゃ。あー、ここで負けたらお前の存在価値はなんだ。そこまで言う。はい、次いきます。はい、違う、そうじゃ。本当に出るんだこれ。出るんだ、出るのかい、本当に出る、もう出るのかい、ブラフかと思ってた。ブラフじゃないですね、うん、これだけ隠しなんだけど、そこにめちゃくちゃたまにね、なるから、ね、違う、そうじゃないね、加藤さんもね、これはチンゲのチンゲなんだっけ、チンゲポーカー、チンゲポーカー、チンゲポーカーで戦車が、うん、最後メガネにチンゲをつけて、うん、違う、そうじゃない、あれがやっぱミームを走る、違う、カップリング渋谷で5時なん、めちゃくちゃ、じゃあいいシングルじゃん、そうそう、シングルとしてね、こっちも当たりじゃん、こっちも流行って良さそうだけど、渋谷面白いな、こっちも面白い、渋谷じゃねえだろそれ。あんまりでも使う機会どこにぶら下げてるの、渋谷でゴチ、はい、やばい、やばいね、いやでももうでもだいぶ絞られてきた、やばいな、あとカルタ勝負かも、はい、うん、なんとかなれー、おい、時間よっしゃ、8ポイント、よし、初だ、4個なんですね、4個あるよね、4個初じゃない、ない、初だ、4個、何回か言ってるよね、ラインスタンプになってるコマをやる、あーなるほどね、あーなるほどね、そこまで鳥を殴るシーンね、ハチワレがね言ってる、そう、もうこれうちの子も大好きで、あ、やっぱりそうなんですか、ボカは1月に発売なんでよろしくお願いします、そう出てんじゃん、うん、中野先生、中野先生、え、中野先生の、中野先生じゃないです、それはそう、ちゃんと否定しとかない、面白いよね、チーパワーはね、名言多いですから、うん、いいですよ、よく使われるね、もう諦めたくない、あ、終わりませんね、ギリ、はい、いきますね、はい、
ちくわしか。早いな。どこに向かおう。どこに向かおうと。これですよ、ね。キルアみたいに自動になってる。これそうなんだよ、ね。これってさ何のシーンだ。立ち上げる。立ち上げる。すごすぎる。なんかもう俺これがコラかなと思ってて、本当にこの漫画に書いてあるんだみたいな。そのまんまあるんですね。これすごかった。しかもネタだとホワッツマイケルっていうなんか何重にも驚きが。いやすごい。この後猫がいっぱい出てきて踊って帰っていくって。ほんとだ。おしれーやっぱすごいな。次いきます。はい、よしずく。そのあー、しずくがもうしずくしずくが出たらしずくちょっと声似てたし、ね、なんていうテーブル挟んで進路を。あー、お父さんのね、流行ったの一部だろ、本当に。あれでも確かに最近はあんまり見ないけど、ね、そういう音楽か。なんかすげえ甘いこと言ってるなみたいなのをお父さんが触ってるみたいな感じで使われるよね、しずく。ちょっとね、ちょっとなまってんのね。そう、確かそう。次行きます。はい、待て慌てるな。あ、待って慌てるな。待って、これは正解です。韓国史孔明の罠。孔明の罠。あ、孔明の罠。孔明の罠でしょ、これ、はいはい、あ、言ってるね。はい、まだ、あ、言ってます。あ、孔明の罠か。孔明の罠。あれじゃない、嫌でございますじゃないのか。あ、嫌でございます。嫌でございます。孔明の罠。孔明の罠。一番乗り、一番乗りとかでもないんだ。ここにもう出てんだから。孔明の罠はさ、なんかもうニコニコ動画とかでも、マリオメーカーとか、隠しブロックでね、隠しブロックのことも孔明っていうようにもなってますね。ね、すごい。じゃあ、孔明なんだ、孔明なんだ。いきます。はい。脚本の人。脚本の人よ。反対。野崎くんね。何でしょう。脚本の人、そこまで考えてないと思うよ。あ、そのとおりです。あ、すげえ。はい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 、あったあった。深読みのシーンとかでよく描かれてる気がする。プラスの、あのでかくて、僕年人な男が実は人気少女漫画家だった。それをみんなに隠してて、主人公はアシスタントとかをしてたんです。なんか可愛い。すごい。知ってるなぁ。知ってるな。読んでるなぁ。知ってるな、こいつマジで。漫画博士じゃん。知りすぎ。鹿島さんがね、好きなんですよ。いきますね。はい。あまり強い。あぁ、見たかった、これ。それしか。ブリーチか。これはいいよね。14キロかと思ったな。ブリーチも多いからね。ポエムとかこうかっこいいフレーズがめっちゃ多いから、そう、キラーワード多いから。もう4つ。4つですね。もう4つ。ルロケン残ってるね。なんだこれ、ルロケンはどこなの。ルロケンの字10号だろ。だいぶ後半。真相版だいぶ後半。真相版後半だいぶ。なんかあったか。いきますよ。はい。だけだけが。ノスタルジー。それがノスタルジーだ。あと、ね、ノスタルジーだ。ノスタルジー。そう。だけだけ。だけ。いいよね。そこで抱いておけばっていう。それがノスタルジー。これだからノスタルジーはなんかやりたいよね。ノスタルジー選手権。なんかちょうどフェンスがそこにあるから。どうする？なんて言えばいい？そこでなんて叫べば過去の自分に抱いたのかみたいな。だけって言われた。だけ。なんだよお前。いじられてるみたいな。だけなくなるわ。だけはダメなんだよ。そうだね。もうちょっとうまく言わないと。いきます、はい、働きたくないでござる。あー、これ。いや、言ってない。言ってないけど。言ってないよ。剣心のね。言ってないんじゃん。あそこか。これ何のシーンでしたっけ。これ全然違う。全然違うじゃん。ござるとかも言ってないし。めちゃめちゃ絵にして戦ってるとこじゃん、これ。めちゃめちゃいいこと言ってる。それだけは絶対に許さんって言ってる。全然違う、全然本当の時の剣心せめてへこんでる時でやる。今勢いがあるから、ね、すごいよね。剣持ってるのに殴るっていうね。あれ、未だにクズ流線の意味が分かってないんだけど、あの、え、なんて？同時。同時に急連撃するっていう。いや、無理じゃない。全部そう。同時に感じられる。最後、月ですからね。どういうこと？さあ、残り2枚だけど。これ、1文字目で分かるやつですよね。見たくてしょうがない。2文字目で。どっちだ？ 2 文字目で？え？ 2 文字目？1じゃない？ 1 か。1で決まるけど、どこだ？え？最初だからあそこだと思う。あそこだよね、多分ね。いきます。おめえの、あー、よかった。ライフで
ですね。これはいいですね。このどれかな、この辺かな。いや、いいよね。これはもう何回ももうコロチャンネルでも言ってますね。なんか言うことじゃない。お世話になってる。お世話になってる。学校の窓見つけたらね、考えちゃいますね。チキンの回でも言ってたからね。確かにね。おめえのチキンねえから言ってたね。便利なんだよ。ない時に。これはあれでしょ、多分。ほです。ほう。ほうじゃない。おいおいおい、死ぬわ、相手じゃない。あ、おか。お。おいおいおいか、あっちか、炭酸かと炭酸の方の解説する人はじゃなくてね、ほうみたいな、そうそう、ね、やったけど、おいおいおい、上から伝われるな、大したものです、大したものです、すごい1話だな、よくか、すごいよね、はい、ということで全部終了しました。はい、そうダメだこれ、やっぱり勝てなかったか、強すぎるわ。じゃあ僕4ポイント、僕2ポイント、1、6、お、6、6だ、いけてるじゃないこれ、おい図書室だよ、貸し出し制限引っかかるぞ、12ポイント、2倍だ、いやー、遅まったまで、12、え、6、じゃあ全部足してもギリだね、ギリ書いてんの、足りてんの、じゃあ負けか、全員そうやって、かなわねえ、確かに、ということで優勝は、うん、ダヴィンチ・オソリさん、あー、やっぱこれはもう文句ないです。コロンビアじゃないそれ、あ、コロンビア、コロンビア、こいつアタック25でコロンビアを当てた医大生の真似をしてしまいました。すごいね、自然と息を吐くようにネットミームを、この動画の中にも何個か散りばめられてる、ネットミーム、俺たちがわからないだけで、ただのネットミームボットじゃねえか、これすごいね、これルールを変えないと勝てない、体力勝負とかにしていかない、確かに互角に戦える人をちょっと社内では集中してほしいな、ルームランナーをある程度漕いでから回答権が、フレンドパーク方式、フレンドパーク方式、体力で揃える、勝てない、それからあの重りつけね、漫画っぽくさ、危なすぎない、今でこそすごい出てんのに、誰か連れてきてください、うん、私より強いやつに会いに行く、あ、ストリート書いた、ストリート書いた、確かめてみよう、確かめ、ゲーメストの、ゲーメストだった、インド人を右に、ああ、ハンドルをぶつか、ハンドルを、ゲーメストも買おうと思ったの、プレミアついてる、あの回はもう伝説になってる、これぐらいのあれでしょ、記事の本記事のコマネバージョン、あれのせいでじゃない、ゲーメスト、いやでもあれがじゃないの、インド人、すげえプレミアなんだあれ、はい、ということで、はい、以上お楽しみいただきましたでしょうか、勉強になりました、勉強になりましたね、またお会いしましょう、ありがとう。